こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーション、カルチョビットアを始めていきましょう。はい、さて今回は3位、強敵リマッセ大阪ですね。首位の キャピタル東京にですね、開幕3戦目かなで勝利しております。とはいえやっぱり強いチームにはまだまだかなわないです。ひとまずやっていきましょう。スタメン見てみましょう。全試合でですね、この黒くなってる選手誰だったっけな、がレッドカード、多分クラーカリバーズ初年ですが受けてしまいました。しかも前半20分ぐらいだったんで、これはその後もう10人でずっと戦ってたんですよね。明らかにこれは苦しい。というわけでヤンか、ヤン使ってみよう。花火いいですね。萌えの代わり使ってみよう。一応リオまだ早いけどな。早川代わり節子。節子かな。美穂を入れよう。はい、相手の状況はこうなってます。やっぱり強いですよね。試合始めましょう。こちらですね、ホームなんですが、やっぱり3位のリマッセ大阪の方が勝率高いですよね。さあキックオフです。ホイッスル。取りました。さあ前へ、くるみ、これ抜けてたチャンスだったんですけどね。早くピンチ、ここを美穂が防ぎます。幸子へ上げました。誰か待ってんのか、緑だとパンチングで防がれた。さあこちらボールのスローインになります。ファールですね。お、イエローカードですね。さあ緑、あ、入った、先取点、素晴らしい。まずは幸先のいいスタートは切りましたね。ナイスヘディング。もう一点取っていきましょう。そうですね、壁が。うまい、幸子。おっと、ここは、緑。オフサイドなんだ。
ちょっとチャンスだったんですけどね。おっと、これはちょっと気をつけないと。だるま。ナイス。さあ、くるみが、と、一度。さちこ、誰だ？さよ。くるみが、2点目、なんと。3位相手に。ブルッときた。よくやった。ということで。大健闘です、ここは。上げて、またくるみに戻して、そのくるみがシュート。ゴールに、ボールをゴールにシュート。超エキサイティーっていう CM が昔ありましたね。ファールです。さあ、ゴール前だ。入られた !1 点差です。ロングだと守備陣がばらけるんで、相手にとってはチャンスになりますね。前へ出てますね。もう前段に出てますんで。幸子、うっと。さあ、速攻、速攻です。ここは気をつけないと。ファールですね。おっと、結構きつい。イエローですね。緑も。さあ、いい。危ない。コーナーキックです。さあ、ゴール前。ここは夏木が直接キャッチしました。おっと、気をつけろ。危ない。ファーオーホー。助かりました、オフサイドで。完全に抜けられましたからね。オフサイド取ってくれました。さあ、ここで前半終了です。さあ、後半行きましょう。さあ、確実にボールを拾っていきたいところ。リオがちょっと疲れてますね。まだかもしれないけど、ちょっと早く手を打ちましょう。カナと交代です。ここでファールじゃない、ファールだったらチャンスだったんですが、逆に相手にピンチです。 しぶといですね。なかなか、さあ、ちょっと相手の小坂早い。クラリス取りました。ファールです。さあ、ここはサチコと、一気に変えていきましょう。防御体制です。多少下げましょう。さあ、気をつけろ。ここは。早い！危ない！また！またバーディー助けられました。これはちょっとついてるかもね。さあ、ってくるみが渡ったが、オフサイド。さあ、二人チェンジですね。ゴールキックです。残念です。さあ、落ち着いていきたいところ。後半は意外と静かな展開ですね。おお、パンチング。そこをミオが、とくるみが。え？なんだ今の。謎です。
くるみが謎の行動。これですね、ミオがくるみ拾ったんですが、彦坂に取られたんですね。さあ、再度、再スタートです。ファールですね。さあ、ナーコが蹴ります。ゴール前！さあ、サイド上がっていく。ナーコうまい。さあ、緑1対1だが、甘くはない。逆に攻撃陣が多いぞ。てか、何やってんだ？逆転を許した。うひゃー、やばい。もう全然足動かないですよね。この辺の基礎体力も上げていかなければなりません。さあ、同点には追いついてほしい。しかし、ほとんどもう時間がないです。ナーコ、ロングパス。反則を取ってくれない。逆転負けです。先制はしたんですよね。くるみのこのうまいヘッド。すぐ27分には逆に回して決めました。これですね。この前半32分ですね。ここから相手の反撃が始まります。かいくぐって包み、小田切、このロングパスもうまかったですね。してですね、これはピーチだったんですが、コーナーポストに助かりました。後半に入ると相手の攻撃が一気に、加速します。これも場合助けられました。が、後半30分。ここでくるみがボールを取られてしまいます。して包みに落ち着いて決められてしまいます。そのまま包みが直接決めました。そしてですね、包み前に出ます。ここは防いだんですが、すぐさま北原が勝ち越しを許してしまいます。キーパーが立ち上がれません。そして最後までチャンスはあったんですが、及びませんでした。相手もシュート10本打ってますからね。